はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオデラックスクイズミライドウォッチです。はい、白ボツの話によると、3つあるフォームチェンジ系ミライドウォッチの今回は2つ目で、仮面ライダークイズから生まれた新たなウォッチですね。そして仮面ライダークイズ本編でめちゃくちゃ活躍してて、バンバン現代で絡んでましたよね。そして今週でフューチャーリングクイズも登場しましたし、肩アーマーの丸かバツかのあの表記も面白かった。遊び方としてはこれまでのミライドウォッチと変わりませんね。ではレビューしましょう。3つ目のミライドウォッチは仮面ライダー機械ということが判明してますから、来週機械回かと思いきやまさかの竜機械で、すごい楽しみなんだけど、しかも竜機は配信限定で新作映像もやるそうですね。はい、今回はオレンジ、クイズの復眼カラーのオレンジがベース色になってますね。はい、中身はこうなってて、クイズミライドウォッチ本体のみ。それでは詳しく確認しましょう。基本はこれまでのミライドウォッチと同じ形でぐるっと見回すとこうで、ゲイツがこうやって2つ持つことで、ゲイツリバイブの記憶みたいなのがこれから起こることが分かっちゃったみたいな。ゲイツリバイブどういう見た目になるのかな。多分フォーム名だよね。で、正面には仮面ライダークイズの顔があって、いつも通りパカッと中を開けると、フューチャーリングクイズになってますね。前回のフューチャーリング忍びがこうでしたから、カラーもこの文字も全然違いますね。それではサウンドを確認しましょう。絶縁シートを抜いて、まずは1音目。クイズ !2音目。救えよ世界、答えよ正解、仮面ライダークイズ。3音目は？お、これも仮面ライダークイズの変身音だ。これ入ってるのすごいいいけど、あれだね、女性ボイス、変身セリフボイスは入ってませんね。で、さらに押すと。1音目に戻ります。なので今回も3音ですね。発光状態は。このような感じ。ではビヨンドライバーで変身。正解した。ファッション、パッション、クエスチョン、フューチャーリング、クイズ。クイズですね。ちゃんと正解音になるのいい。さらにレバーアクションで必殺技。はい、両方が発光して。クイズショックブレイク、これも正解音が鳴ってますね。もう一回。そして投影もかなりわかりやすくね、クイズの顔が映ってますね。見えます？こんな感じ。変身音もう一回。そういえば、忍びが全然見えてませんよっていうコメントが多かったので。投影されてる状態はこんな感じですね。ちょっと明るさを調整すると、しっかり見えますが、肉眼だとかなりちゃんと見えますね。
じゃあ次は時空ドライバーと連動。いいっすね。ここから待機音が鳴って、これは忍びとかウォーズと同じようにぐちゃぐちゃっていうね、セグ表示。はい、普通に変身音を鳴らすことができます。極論ライドウォッチだけ買えば遊べるってことですもんね。ちなみにアーマータイムすると、はい、ちゃんとこのセグ表示がアーマータイム用のカラーに変わりますね。ここはね、必殺はなりませんね。こういう感じの動作になっちゃう。なのであくまで変身を楽しむような形です。で、今回も武器系と組み合わせてもちゃんとクイズの連動になりますね。あとはフォームチェンジ系のミライドウォッチが2つ揃ったということで、ホルダーに、おお、別々のミライドウォッチをはめることができます。このアイテムね、なんか酷評されがちだけどね、すごいいいよ本当に。やっぱウォーズっぽい雰囲気出る。脱着もね、簡単だしね。以上、仮面ライダージオデラックスクイズミライドウォッチの紹介でした。